時は1333年、政治の実権を朝廷に戻そうと画策していた後醍醐天皇は、足利尊氏、新田義貞らを味方につけて鎌倉幕府を滅亡に追いやります。翌年、後醍醐天皇は元号を建武に改め、天皇を中心とした新しい政治が始まります。建武の新政ってやつですね。しかし、この建武の新政は結果的に失敗に終わります。この新政、後醍醐天皇の独断専行によるもので、朝令暮改は当たり前。さらに公家に比べて武士が冷遇される傾向にあり、鎌倉幕府打倒のために活躍した武士の間で、不満が日に日に大きくなっていきました。武士たちからしたら、俺たちが鎌倉幕府を滅ぼしたのに、なんで俺たちが良いことないの?って感じになるのは当然でしょうね。そんな状況で、武家のリーダーとして人気を集めたのが足利尊氏でした。尊氏は北条氏の残党が起こした中仙台の乱を平定。鎌倉を奪還すると、そのままそこに留まります。そして朝廷の度重なる上洛命令を無視して、独自に褒章を与え始めます。これは尊氏さん明確に朝廷に対して喧嘩を売っていますね。朝廷との対立姿勢を強めていった尊氏は、箱根竹の下の戦いで新田義貞を中心とした朝廷方を破り、京都へ進軍。1336年の正月にはついに入京を果たします。しかしその直後、尊氏は北畠顕家、楠木正成、新田義貞の連合軍の攻撃を受け、京都から退却。さらに2月の手島ヶ原合戦でもこの3人に敗れ、九州へと落ち延びます。石橋山の戦いでボロ負けし、阿波まで逃げた源頼朝。本能寺の変直後、追ってから逃れるために伊賀越えをした徳川家康。他二人の幕府創設者同様、尊氏は命がけで逃げる羽目になりました。いずれの幕府創設者もこのような共通点があるのは不思議ね。それにしても京都を取ったと思ったらたった1ヶ月で九州へ逃げる羽目になるとは。勢力の入れ替わりが目まぐるしくて混乱しそうだわ。この時の情勢は朝廷方優位と言っていい状況でした。しかしそんな中、朝廷で尊氏との和睦を進言する武将が一人だけいました。それが今回の主人公の一人、楠木正成です。ここで楠木正成という人物について簡単に説明しましょう。彼は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将で、出自は不詳ながら鎌倉幕府の打倒に貢献した人物です。特に千早城の戦いでは、大軍で襲ってきた幕府軍を追い返したことで名声を上げていました。詳しくは赤坂千早城の戦いの動画を見てね。千早城の戦いからもわかる通り、彼は警歩兵、ゲリラ戦、情報戦、心理戦を戦場に導入した革新的な軍事思想家で、機内にいながらにして日本列島の戦乱全体を俯瞰し、左右した不正室の戦略家でした。その才能は南北朝戦国江戸時代を通じて、日本史上最大の軍事的天才との評価を一貫して受け、三徳兼備、多聞天皇の化粧日本開闢以来の名将と称されたほどです。つまり正成は、源義経や上杉謙信と同等レベルの名将だったということね。そんな名将たる正成が、自分有利の状況では僕を進言するとは何か理由がありそうね。はい。彼は尊氏と戦うべきではないと考えていました。実際の戦いで勝っていたにもかかわらず?ええ。尊氏は源氏の血を引いており、大盤振る舞いな人柄として知られており、人望がある人物でした。さらに自社勢力や機内の武士との人脈も広く、もし後醍醐天皇の政治に不満を持つ多くの者が尊氏の味方となってしまったら、尊氏は手がつけられない存在になると気づいていました。だから手遅れになる前に味方に引き込もうというわけね。ここら辺のバランス感覚も名将たるゆえんといったところかしら。しかしこの正成の進言は、天皇の側近である公家たちの失笑を買うだけでした。あら、負けフラグに聞こえるのは私だけかしら。3月、後醍醐天皇は義貞を総大将とする尊氏追討の軍を西国へ向けて派遣します。しかし、播磨国の城は多城に籠城する赤松の利村の妨害に遭い、足止めを食らいます。これは義貞からしたら思わぬ邪魔が入った感じね。これは尊氏にとって最高のアシストになります。のりむらが朝廷軍を足止めしている間に、尊氏は多々良浜の戦いで九州の反対勢力を一掃。これで形勢が大きく変わります。そして後醍醐天皇に不満を持つ勢力を味方につけ、大軍を率いて再起、京都奪還を目指して登場を開始します。尊氏は重臣公の諸直らと博多を立ち、備後の国の友津を経て、四国で細川氏、時氏、川の白が率いる戦隊と合流して海路を東に進みます。その数は10万を超していました。正成の懸念が現実になってしまったと。とはいえここまでの大軍になるとは、後醍醐天皇の政治にはみんなよほど兵糖を貯めていたのでしょうね。大軍となった足利軍相手では義貞も太刀打ちできず、新田軍は撤退を始めます。
しかし、それまで新田軍の攻撃に耐えていた赤松軍が追撃を仕掛けたことで、新田軍は大量の寝返りや足利軍への投降者を出しながら敗走。一気に陣営が痩せ細ってしまった義貞は、5月13日に兵庫まで兵を退いて軍の立て直しを図ります。足利軍が大軍で京都に迫り、義貞から兵庫へ退却したというニュースは、当然後醍醐天皇の元にも届きます。高氏を滅ぼせると思ったら今度は自分の身が危なくなって、後醍醐天皇は動揺したことでしょうね。そんな危機的状況に陥った後醍醐天皇は、あの男を呼び出すことにしました。楠木正成か。はい。この時の後醍醐天皇を助けることができるのは彼以外にいなかったでしょう。呼び出しを受けた正成は、天皇に劣勢の中でも活策を提示します。この状況でも正成は正気を見出していたというの？ここからは太平記の記述に沿って話を進めていきます。まず正成は前提として、勢いに乗っている大軍に対し正面から戦うのは無謀と断言。そりゃそうだ。そこで足利尊氏に勝つにはこちらから進軍するのではなく、彼を一度京におびき寄せ、奇襲を仕掛けるのが得策であると言います。それは京都での戦いであれば、正成の地元である河内の国の味方を生かすことができたからです。なるほど、大軍相手に戦うには、まず自分たちの地の利が活かせる場所で戦わせると。ベトナム戦争で、北ベトナム軍がアメリカ軍をジャングルに引きずり込んだのと同じ理論ね。ただそうなると京都が戦場になる恐れがあるため、あらかじめ後醍醐天皇を比叡山に一時避難させた上で、その間に長旅で疲れているであろう足利軍を奇襲。さらに正成と高氏が戦っている間に、義貞が比叡山から駆け下り、高氏の背後を攻撃。こうなると足利軍を京都に閉じ込めて包囲できるわね。京都は攻めやすく守りにくい土地です。一旦包囲してしまえば、足利軍は兵糧に苦しみ、離反する者が出てくることも期待できます。そうすれば敵を殲滅することも見えてくるというわけです。まさに、合戦はとにかく終始勝つことこそ肝要、と考える正成らしい合理的な作戦だったと言っていいでしょう。確かにこのやり方なら、勝てる可能性はありそうね。どんなに不利な状況でも勝つための策を見出すとは、さすが日本史上最強の名将の一角。さらに後醍醐天皇は、かつて比叡山に逃げたことがあります。また天皇は比叡山に逃げたか、と足利軍を欺くことは十分可能だったことでしょう。しかし、ここで思わぬ横槍が入ります。公家の拷問清忠が、官軍が一戦もせずに抵当して、天子を年に二度も亡命させるとは、兵元のご意向を損ない、官軍の面目を失墜させることではありませんか。とたびたび天皇の所在地が変わることは体面が悪いとこれを退けたのです。いやいやいや、勝たなきゃメンツも何もないわよ。後醍醐天皇本人も清忠の意見を受け入れ、正成に兵庫で足利軍と戦うように命じます。後醍醐天皇も内心では京都を出たくなかったってことね。明らかに非合理的な判断だわ。進言が受け入れられなかった正成は、討ち死にせよとの勅命を下していただきたいと発言し、悲痛な思いを伝えますが、後醍醐天皇らには響きません。天皇のために死ねと言われているようなものだものね。まるでどこぞの特攻隊みたい。昔からこういうことがあったとは。しかし、それでも正成は最後に、義を重んじ、死を顧みぬは、忠臣有志の存ずるところなり、と言ってわずかな兵を率いて死地へ赴きました。このようにして足利軍との戦いに向かうこととなった楠木正成ですが、彼には正綱という11歳の息子がいました。彼は父と共に出陣しようとしますが、桜井に差し掛かった時に正成に呼び止められ、お前をふるさとの川内へ返すと言われます。正綱からしたら納得できない判断でしょうね。当然すでに死を覚悟していた正綱は、最後まで父と共にいることを懇願します。しかしこれに対し正成は、息子を次のように諭します。お前を返すのは、自分が討ち死にした後のことを考えてのことだ。帝のために、お前は神明を惜しみ、忠義の心を失わず、一族老頭一人でも生き残るようにして、いつの日か必ず強敵を滅せ。そして正成は形見として、かつて後醍醐天皇から賜った菊水の門が入った担当を正綱に授け、今生の別れを告げました。この逸話は桜井の別れとして知られています。時代が違うとはいえど、こういう形で実の親と別れるのは辛いでしょうね。息子を川内に返した正成は5月24日、ついに兵庫に到着し、新田義貞の軍勢と合流。義貞に朝廷における議論の経過を説明しました。朝廷のメンツのために正成が正気のない戦いにやってきたことを聞いた時の、義貞の気持ちはどのようなものだったことやら。太平記によるとその夜、義貞と正成は組み交わし、互いに胸の内を吐露したと言います。義貞は先の戦で足利尊氏相手に連敗を喫したことを恥じており、尊氏が大軍を率いて迫ってくるこの時に、さらに逃げたとあっては笑い者にされる。
かくなる上は、勝敗など度外視して一戦を挑みたい、と胸の内を明かします。彼は鎌倉を攻め落とすという大功を成し遂げたがゆえに、その期待から高氏討伐における天皇方総大将という重責に苦しんでいました。大手柄を挙げてしまったがために、常に世間の注目を受けるようになって、それを気にしなければならず、さらに高氏討伐がうまくいくどころか楽に攻め込まれるという状態。義貞が強い自責の念を感じてもおかしくはないわね。そんな玉砕覚悟の義貞に対し、正成は次のようにたしなめます。他者のそしりなど気にせず、引くべき時は引くべきであるのが両将のなすべきことである。北条高時を滅ぼし、高氏を九州に追いやったのは、義貞の武徳によるものだから、誰も侮る者はいない。すると不安げだった義貞の顔は明るくなり、死を覚悟した二人は杯を交わし、語り合いました。楠木正成と新田義貞が杯を交わした翌5月25日、ついに決戦の日がやってきます。午前8時、海から足利高氏の率いる軍が湊川に到達し、新田楠木連合軍と対峙。陸からも高氏の弟、忠義を司令官とする陸上軍主力の大軍が、西国街道を進行し、接近しつつありました。この時、海からの大船団を太平記は、後鳥が天下を争った石壁の戦いをしのぐと伝えています。石壁の戦いって三国志でも最大級の戦いじゃない。まさに圧倒的大軍ね。しかし義貞も正成も、足利の大軍に対して少しもひるむことはなかったと言います。水軍を用意できなかった新田軍は、脇屋義助を小児一族23人、総勢5000余騎を常島に、大立氏明を小児一族16人、総勢3000人を東路道の南の浜にそれぞれ布陣させ、陸地からの敵に備えさせました。一方で総大将である義貞自身は、諸将に指示を出すため、和田岬に2万5000の兵で布陣しました。正成の方はどうしていたのかしら？一方の楠木軍は竹の軍勢を入れず、700余騎で湊川の西側に布陣、陸地から攻めてくる敵に備えました。実はこの義貞の陣立て、不思議な陣立てであったと言われています。不思議？何が不思議なのかしら？というのもこの陣立て、義貞は南から上陸してくる足利軍の軍船に背中を向けるばかりか、北に陣取った楠木正成と脇屋義助が撃破されてしまうと、三方向が海に面している和田岬が足利軍に完全に包囲され、退路を塞がれてしまう形になるからです。不思議どころか愚策なのでは？どうやら義貞はあえて背水の陣を敷くことで、配下に決死の覚悟で合戦に挑むよう促したと推測されていますね。やがて、海と陸から進んできた足利軍は互いに近づいて攻め寄せ、海の軍勢が太鼓を鳴らして勝ち時の声を上げると、陸にいた軍勢もまた呼応して勝ち時の声を上げます。負けじと官軍もまた盾の端を鳴らしてエビラを叩き、勝ち時の声を上げます。太平記によると、互いの勝ち時の声は、南は淡路の江島ヶ崎、鳴門の沖、西は須磨の浦、東は摂津の国生田の森にまで、響き渡るほどでした。今の徳島県まで響くとは、まさに一大決戦が始まるって感じだわ。そしていよいよ矢合わせが始まります。新田方の本間重氏が会の足利方に矢を追いかけると、海の足利方も、高氏の命を受けた佐々木明信が追い返します。その後、海から200余騎が常島に押し寄せて上陸しますが、脇屋義助は500余騎でこれを包囲し、激しく攻撃。高氏同様水軍を率いていた細川上前はこれを見て、700艘からなる四国の軍勢を、昆布の浜に上陸させようとします。展開していた5万余騎は足利軍を迎え撃ちますが、こちらは多勢に無勢。周辺の船着き場は防御が手薄になったため、中国、九州の兵線60余艘が和田岬に押し寄せていました。新田軍は早速ほころびが出始めたわね。そんな中、将棋より久が和田岬の新田軍を側面から攻撃します。さらに柴田勝根の軍は、山の手から江毛山に陣する正成の背後に回ります。このままだと三方向から囲まれる形になるわね。ここで細川水軍は東に移動します。これに義貞と義助らが細川水軍を追うように軍を東に進めます。ただよう足利軍の罠衆。ええ、これは足利軍の罠でした。敵の動きを見た高氏を含む水軍が方向転換をして、和田岬から上陸し、新田、楠木の両軍を分断します。ただでさえ数的不利なのに、さらに分断されるとは、これは連合軍からしたらかなりまずいわね。特に正成の軍は、四方を囲まれる絶体絶命の危機に陥っていました。となると東に兵を進めた義貞の判断は誤りだったと。ただ、投進する細川水軍に生田の森から上陸を許してしまえば、それこそ全軍東西から挟み撃ちにされるため、やむを得ない選択だったのかもしれません。しかし、誰もいない和田岬に高氏の本体が上陸したことにより、戦いは一気に足利軍有利に傾きます。
兵力差も考えると実質ここで勝負ありってところね。楠木正成は自分が分断されたことを知ると弟の正成に、敵に前後を遮断された。もはや逃れられない運命だと言い、最後の特攻を試みます。彼は700余騎を引き連れ、足利軍の陸上部隊の司令官である足利忠義の軍勢に突撃を敢行。菊水の旗を見た忠義の兵は取り囲んで討ち取ろうとしますが、正成と正成は奮戦し、ついには忠義の近くまで届き、足利方の大軍を済ま、上野まで退却させます。この時の足利軍って10万以上の大軍よね。それをたった700で蹴散らすとは、これが名将たるゆえん。忠義は楠木軍に追いつかれ、危うく討ち取られるところでしたが、薬師寺十郎次郎の奮戦によって辛くも逃げ延びていていました。弟の危機に足利尊氏は軍を新手に入れ替え、撃たせぬよう命令。それに従う形で6000余騎が湊川の東に駆けつけて、後方を遮断しようとします。正成の退路を断とうとしたわけね。しかし、最初から死ぬ覚悟をしていた正成には意味がなく、正成ともに引き返して新手の軍勢に立ち向かいます。足利軍も次第に正成の凄まじい気迫を見て状況を冷静に捉えるようになり、楠木軍が突撃してきても、むやみに戦わず、消耗させる方針に転換。結局6時間の戦いの末、正成と正成は敵軍26度の突撃を行い、楠木軍は次第に数を減らし、ついにたった73騎となってしまいます。もはやこれまでか。疲弊した彼らは湊川の東にある村の民家に駆け込み、老頭ともどもそこで腹を切る決意をします。服を脱ぐと、皆激戦で傷を負っており、傷のない者はいなかったと言われています。いかに激しい戦いをしていたのかがわかるわね。正成は、弟正末に死後どの世界に行きたいか尋ねます。これに正成は、再び人間界に生まれ、強敵を倒したいと笑って答えます。それを聞いた正成は再び人間界に転生し、その願いを叶えようではないかと言いました。そして兄弟は互いに手を取り、差し違えて自害を果たしました。最後までかっこいい男だったわ。さてこうして楠木正成は亡くなりますが、戦いはまだ続きます。まだ新田義貞が残っていたわね。足利尊氏と足利忠義は合流し、義貞の攻撃へ向かいます。義貞は西宮に逃れていましたが、この足利軍の動きを見て軍勢を西に返します。そして、義貞は4万余騎の軍勢を三方に分け、生田の森を背にして足利軍と激しく激突。新田方の3000余騎が細川し、二騎士の6万余騎に襲いかかります。ここで互いに多数が討ち取られて双方が引くと、次に新田方の5000余騎が行し、上杉氏の8万騎に襲いかかり、1時間ほど戦います。それらの軍勢も疲弊して自陣に引くと、今度は新田方の1万騎が、忠義、吉良氏、石同氏ら10万騎に攻撃。そして、義貞自身も2万3000騎を左右に立て、尊氏の軍勢30万騎に攻めかかりました。結局義貞は、足利軍と真っ向勝負することになったのね。双方の軍勢は互いに譲らず、この激しいぶつかり合いで大勢の兵士が戦死します。その激しさは太平記では、天を響かし血を通して攻め戦う、両子二流の戦い。新田足利の国の争い今を限りとぞ見えたりけると記されるほどでした。まさに天下分け目の一戦といったところね。それにしても足利軍より少ないとはいえ、新田軍にはまだ軍勢はそれなりに残っていたのね。この湊川の戦い、英雄楠木正成の死がクローズアップされがちですが、規模で言えばこの新田軍と足利軍の戦いが本戦と言っていいでしょう。しかし、いくら新田軍に兵数が残っていたとはいえ、足利方との兵力差は歴然でした。新田義貞らが命がけで戦っても、戦況を覆すことはできませんでした。足利尊氏本体だけでも30万という大軍だったからね。この状況だと多勢に無勢ね。新田軍は敗北し、残っていた5000余騎の軍勢は生田の森の東から丹波寺に逃れます。当然足利方はこれを追いますが、義貞が立ちはだかります。彼は味方を京へと逃がすために後方に下がり、自らしんがりを務めました。確かしんがりって勢いに乗る敵の攻撃を真正面から受ける危険な役割だったわね。大将自らその役割を受けるとは。足利軍はもちろん義貞を激しく攻撃。義貞は乗っていた馬が矢を射られ、包囲されるなど絶体絶命の状況になったものの、足利方の兵は義貞の気迫に押されて近寄れず、遠巻きにして矢を射ることしかできませんでした。相当な迫力だったのね。この時義貞は源氏代々の宝刀、鬼切と鬼丸の二つの太刀を左右の手に持ち、それを振るって奮戦しました。これぞ本当の二刀流。やがて、義貞の窮地を見た配下の小山田高家が駆けつけ、自身の馬を義貞に渡し、敵兵を防ぎます。その間に義貞は味方の軍勢に合流し、難を逃れました。義貞は結果として楠木正成の言葉を守ったわけね。
しかしこの戦いは、明確に朝廷方の敗北でした。官軍総大将である義貞が敗残兵をまとめ、6000騎で京都へと帰還すると、京都の人々は攻めてくる足利方の軍勢に慌てふためきます。朝廷では官軍敗北の場合は比叡山に逃れることが決まっていたため、後醍醐天皇は三種の神器と共に京を離れ、義貞らもそれに同行しました。あれだけ天皇をあちこち行かせたくないと言っていたにもかかわらず、結局は京都から出る羽目になったのね。こうして湊川の戦いは終わりました。後醍醐天皇らが比叡山に逃れた後、高氏は光厳上皇を連れて入京。9月には弟光明天皇が即位。11月に高氏は建武式目を制定し、ここに室町幕府が成立しました。しかしその直後に後醍醐天皇が吉野に逃れ、ここから本格的に南北朝時代が始まっていきます。そして足利義満の代まで2つの朝廷が存在することになると、その後の動きは別の動画に譲るとしましょう。一方で、この戦いでその命を散らした楠木正成は伝説となりました。湊川の戦いはもちろん桜井の別れなどは、勝ち目のない戦と知りながら天皇のために忠義を尽くして死んだとして講談などで人気を博し、戦前の広告士官教育や昇華などでも盛んに取り上げられました。でも裏を返せばそれによって何人もの人たちが戦争で命を落としたわけね。なんだか複雑な気持ちだわ。そうですね。この湊川の戦いはいろいろと考えさせる戦いと言えるかもしれませんね。といったところで今回はここで終わりとしましょう。今後もこのチャンネルでは日本の戦いをテーマに動画を投稿していきます。応援よろしくお願いします。チャンネル登録や動画の高評価コメントいただけますとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。